お疲れ様。君もブラッドの新入生じゃなくて新入りの人だよね。私はナナ、同じくブラッドの新入りです。よろしくね。いまいちだったかな。君はどうだった？あ、私も。よかった。私だけじゃなかったんだ。似た者同士だ。これからも仲良くしてやってね。あ、そうだ。お近づきの印に、はい、どうぞ。お母さん直伝、ナナ特製のおでんパン。すっごく美味しいから、よかったら食べてよ。おっと、私そろそろ訓練の時間だから。行ってきます。
前回のおさらいからだ。目の前の敵を倒せ。前回より手強い相手だ。油断するなよ。荒神の攻撃を避けるのが難しい時には装甲を展開して防げ。痛えな。自分の体力に気をつけろ。手遅れになる前に回復することを忘れるな。実際の戦場では悠長に回復している暇はない。スタングレネードを使って荒神に隙を作れ。ではもう一度さっきの荒神と戦ってもらう。それよっか。神器にはもう一つ大きな特徴がある。プレデターフォームといって荒神からオラクルを奪える形態だ。それにより自身の能力を一時的に上昇させることができる。隙をついて捕食してみろ。バーストして荒神を倒せ。痛えな。さらに荒神の屍を捕食することでコアを回収し素材を得ることができる。荒神の研究や装備の強化に必要なものだ。回収を忘れるな。素材を入手する方法はもう一種類ある。フィールドに落ちている廃材だ。この訓練場にも配置してある。回収してみろ。20秒ほどで訓練を終了する。全て終了だ。実戦に備えてしっかり復習しておくように。